ピストル。ピストルは、銃方針と一体となった薬室を備えた拳銃の一種で、ある。多くの拳銃の専門家と辞書はピストルを、拳銃の一部であるという技術的な区別をしているが、一般的にはこの用語も、同義語として使用している。使い方によっては、ピストルという専門用語は、複数のチャンバーを含む回転シリンダーを持つ、回転式拳銃などの、 主なタイプのピストルではなく、銃砲心と一体となったチャンバーを持つ、自動銃を指すこともある。しかし、イギリスや他のコモンウェルスが特に軍事で使用される単語の時は、常にこの区別を行っているわけではない。例えば、Web3MK バイの公式な指定は、ピストル、リボルバー、w e b ン n o 1 m k バイである。シャトは対照的に記述辞書である。 オックスフォード英語辞典では、ピストルは片手で使用される小さな銃器として、リボルバーは拳銃の一種として使用され、元の原型を回転式ピストルと呼ばれている、と書かれている。ピストルの起源は16世紀に初期の拳銃が製造されたヨーロッパである。英単語は1550年代の中世フランス語のピストレットから来て1570年代にできたと、 言われているこのピストーレットの語源は論争が起きている。主な説は、初期の手持ち法の口笛を意味するチェコ語のピシュタラである説と、ルネサンス期に1540年代に初めて作られた、打ち上げるように設計れた、ハンドガンの製造する街として知られていたピストイアから、取ったイタリア語のピスタリーズである説である。最初の説は1420年代のフッ戦争で、 使われた手持ち法の一種である、ピシュカラというチェコ語の単語が由来とする説である。ピシュカラは、ピ・チル、ピチョル、ペッツォルとその変種としてドイツ語に取り入れられた。二番目の説は可能性が低いが、1605年以前のイタリアで銃を意味する言葉として使用していたという記録ではなく、長い年月の後にフランス語とドイツ語で使われるようになったという説である。 1420年代のフス戦争以降はチェコ語のピシュカラでよく記録されている。その他の説は中古ドイツ語のピッシュルから来た説や中世フランス語のピストールが最初の語源である説などがある。また初期のピストルは馬の倉中世フランス語でピステロから釣りげたホルスターに入れて騎兵によって運ばれたことが示唆されている。最も一般的なタイプは シングルショット式と半自動式である。シングルショット式の拳銃はピストルにリードボールが搭載され、フリントストライカーで着火するの時以前のフリントロック式やマスケット銃が主流の時代に見られた。しかし、技術が向上するにつれてシングルショット式のピストルの性能も上がった。新しい操作の仕組みが生み出されたが、今現在もシングルショット式のピストルは製造されている。 シングルショット式はピストルの中で最も古いタイプであり、よく野生のジビエを狩る時に使用される。マルチバレルのピストルはシングルショット式と同時期に一般的であった。設計者が火力を増加させる方法を模索し、ピストルを含むすべての銃にマルチバレルが採用された。マルチバレルのピストルの一例は、一般的には4つか8つのバレルを持つで、20世紀の いくつかのモデルでは3つのバレルを持っている。1850年頃、ジャーでハーモニカガンのようなスライド式マガジンを持つピストルが製作された。スライド式マガジンには、や、スピードローダーが含まれていた。この方式のマガジンを使用したピストルの多くは、手動で動かす必要があったため、半自動式のピストルと区別されている。 19世紀に回転式拳銃が開発されたことで、ついに銃の製造者たちは、拳銃の一本の重心に素早く連続して、複数の実砲を送り込むという実用的な機能を達成した。回転式拳銃は、実砲を装填した回転断層を回すことで実砲を供給する。ここで、各実砲は、それぞれが薬室に収容されており、そして、拳銃のトリガー、 ダブルアクションや撃鉄、シングルアクションと連動した作動機構により次々に拳銃の重心と位置直線に合わされる。名目上では、円筒形のこれら薬室は拳銃のサイズや打ち出される実行の大きさによって通常5つから8つの質数がある。これらは回転断層を貫き通したもので、薬室の向きは回転断層の中心軸と並行している。これにより、 回転断層が回ると、薬室も断層の中心軸の周囲を回転する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。